はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。ストーカーシャドウオブチェルノブイリの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、X18 から脱出して、でこのコードンのシドロビッチさんのところに逃げてきたんですけども、でシドロビッチさんに頼まれたのが、軍の基地からケースを盗めとですね。でこれが、夜に行った方がいいって言われたんですけども、結局バレると思うんですよね。あと今このラジオから流れているこの曲ですね、この曲がなんか著作物なんですかね。なので、あの僕自身はあの収益化してないんですけども、あのこの著作権を持っている人にお金が入るように、あの広告が入っちゃうかもしれません。とりあえずアイテム整理して、でこの弾ももうなくなってきましたよね。あと防具も変えて、モノリススーツサイレンサー外して、8000円、これは、あ、クリアスカイの服だ。Не погано, добре. Ну як іще буде, то заходь. Вдалого тобі полювання, сталкере.でもう明るくなっちゃってるんで、行っちゃっていいのかな。あとこの人ですよね、マスターストーカー。殺しちゃうと村人と敵対になっちゃうんで。ヘイミチネ、コディスデ、ヤテマデロズモブ。あ、これあれか。ちょっとクイックセーブ。ファナティック。ウルフさんの代わりですね。ウルフの代理としてリーダーをしているファナティック。昨日マークの連中がここに来てとんでもないことを言い出しやがった。すぐにここから立ち去れ。近いうちにここを我々の基地として利用する。奴らは今夜戻ってくる。俺たちは待ち伏せするつもりだ。正面からぶつかれば、俺たちに勝ち目はない。手伝ってくれるか、やってみよう。俺ね、死んでくれないかな、マスター。この戦いで死んでくれればいいんで、多分他の人も死んじゃうと思うんですよね。пояснив би мені, хто чому тут люди стріляють у людей. Тут живим лишитися і так важко, а вони без кінця серуться.
最悪このクエストは失敗していいけど、その代わりマスターが死んでくれれば、あとニンブルさん、ニンブルさんに死んでほしくないですね。あ、ニンブルさん、いやー、ニンブルさん前線、あ、いきなりニンブルさんいきなり死んだ。一番初めにニンブルさん死んだよ。タスク失敗。その代わりマスターが死んでくれれば、このクエストは、あ、ニンブル大、ニュースが流れてきました。一人で特攻してやってしまった方が、あ、はい、ということですね、あれから何回か試したんですけども、必ずクラッシュしてしまいますね。で、おそらく原因は、ここに人が密集しすぎるということだと思うんで、そうですね、受注して、うん。で、マーセナリーがここに着く前に倒すしかないですね。入る。回復。いやー、強いな、マーセナリとりあえず全部投げたけど、誰か他と。いやー、めちゃくちゃ強いんだけど。よし。マーセナリーが使ってる武器は HK MP5、 サブマシンガンですね。セミオートマチックライフル。この人たちと戦ってたのか。
お、スタッシュ情報。バックパック。この辺ではない。え、なにこれ？ M14。1万8000もするよ。7.62 だ。1万8000の銃はさすがに、今まで取った銃の中で一番高いんじゃないかな。お、なにこれ？コルトパイソン。使う。357だ。これだ。いや、かっこいいなぁ。めちゃくちゃかっこいい、これ。クイックセーブ。いやぁ、これは、どんな感じ？あ、スコープ付き。あー、もうこれ 7.62 の弾か。これ使いたいな。ねえ、コルトパイソン。かっこいい。この組み合わせでいきたい。とりあえず報告して、2500円。で、この人は無理ですね、マスターストーカーは。で、そこのスタッシュ、Як справи, сталкери? Прощай, прощай, прощай. 状態悪いのは黒くて見えないな。7.62 の弾。あ、一応売ってる。え、7、ん？ 7.62 かける39。 7.62 かける51？
どれだ。ネポあったくぶさ。ちょ、弾を抜き取ってみて。このタイプだ。え、こんなの売ってないんじゃない。まず島を閉まって、よし、これで今度は軍の基地からケースを盗むんですけど、もう明るいですね。明るい状態で行っても大丈夫なのかな。こういうミュータントにはショットガンとかの方が、あ、いるいるな。とりあえず範囲入れたけど、あ、やっぱバレましたね。あー、そうそう、ここメーションがいっぱい入ってる。もう変わってないですね。しかも2つも いらないかな。お金にはなりますね。では一掃するしかないですね。
ケースはそれなんですけど、もしバレてなかったのかな。この辺にいる。危ない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 。そこにいるの邪魔だな。おう。まだいるか。これもか。いやでもここもなんか死体がいっぱいありすぎてクラッシュしそうな。うわっ、いたな今。あれ、あれどこ行った。自分のグレネードで死んだとか、なんかその可能性が。ケースを取る。AKM74。びっくりした。テレビに今、あれ、あ待って、これ映していいの、今の人ちょっと待って
うわぁ。これハーフライフの人ですよね。で、確かハーフライフの。ハーフライフのな、同じ名前の人がなんか、どっかで死んでるんですよね。橋の上。いやー助かるなまずこのうるさいの止めて、あれどれだっけ、どっかに確かありましたよね。あ、これか。まだいたか。あれなんかオリジナルの時にここに箱があったような気がするんだけどな。74キロ。これも色々調べたんですよ。そしたらその昔は、昔で今もあるのかな、その暗殺用のドラム缶モッドみたいなのが あるみたいなんですけど、それを導入するとですね、エラー入ったんで、これをルーキービレッジに持ってって、バレルで死んだ場合は、敵対にならないのかな？よしよし。これを、よし。よし。
ちょっとこの辺の下にまず77キロ。ああ、玉だけ抜き取って。重すぎる。あ、これ、あ、これ今使ってるやつか。あ、そっか、これもあるしな。クリアスカイの時だったかな、この辺に機銃があって、あのスワンプスから出てくると蜂の巣にされるっていうのが確かあったと思うんですけど、よし、あーバレルが、待てこいつを、そもそもまず時間、あーこれ間に合わないな、うまくいったとしても、ダメだ。はい、ということでですね、何回かやったんですけど、ここまでバレルを持ってくると消えちゃいますね。かー、ダメか。いやー、
Ну, привет. Ним канрё. この辺は打って。Непогано. Молодец, парубче. Что-то квик сейв して. Эйгиоман っていうのは。Последняя танго. А что? Якого дитька ты це лайно тягаєш? これもルーキービレッジだ。ダメじゃん。はい、そうですね、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。